これはのの定例会見でで村井知事が明らかにしたものです。県の調査によりますと先月までの2か月間に仙台市や大和町、名取市など17の市と町でトラブルによる不安や不信感を理由とした マイナンバーカードの自主返納が79件ありました村井知事は将来的にカードの再交付に手数料がかかることやカードを返納しても個人番号が消えるわけではないとして自主返納はすべきではないとの考えを示しました将来的には免許証と一つになることもあるだろうという,ふうに私は思っておりますのでそういった意味では持たざるを得なくなるだろうとう返納してメリットは特にないだろうと また村井知事は県が進めるマイナンバーカードと連携したスマホのデジタル身分証アプリについても言及し保険証の情報が使われるわけではないとしてアプリの安全性や利便性を県民に説明していきたいとしています。